ドコモプライムシリーズ SH-01B は、シャープが開発した NTT ドコモの第3世代携帯電話端末、ドコモプライムシリーズの一つである。2009年夏モデルの SH-06A の後継機種で、カメラ性能を高めたAQUOS SHOTのドコモ向け2代目に当たる。回転二軸型のボディに SH-06A よりも大型の 3.4 インチフルワイド VGA 液晶とタッチパネルを搭載する。SH-06A の機能に加え、タッチ操作が進化した。メインカメラにはソフトバンクモバイル au 向けと同様の1210万画素。CCD カメラを搭載している。SH-06A と同様の LED フラッシュも搭載し、ISO12800 相当の高感度モードと合わせて暗所での撮影にも対応。被写体に合わせて最適な撮影モードを自動的に判別して切り替えるシーン自動認識機能を搭載している。また、手ブレ補正には6軸手ブレ補正と動き検出被写体。ブレ補正の W ブレ補正にシャッタースピードと ISO 感度をアップしてブレを抑える高感度ブレ補正を追加し従来以上の効果を実現した。サブカメラにはフワベが対応の43万画素 CMOS カメラを搭載している。フォーカスを合わせた被写体を自動追尾するチェイスフォーカス機能も引き続き搭載されている。シャッターを押す前後のシーンを連写し、ベストショットを選んで保存することができる。個人検出、編集カメラには個人検出機能が搭載され、登録している人物を優先して検出することが可能。また個人検出によって撮影した写真は画像と一緒に名前情報も保存。データボックスからアルバムで個人名を選択すると該当する人物の写真を閲覧できる。さらに、データボックス検索では様々なモードで素早い検索が可能である。ほとりもナビ対応のパイオニア製カーナビゲーションシステムと連携し、メールで送信した現在位置にナビゲートさせる機能や、事前に設定した目的地情報を乗車時に自動転送する機能を搭載。前モデルに引き続き、十字キーで画面のカーソルやアイコンの選択を移動できる。静電式のタッチクルーザーを搭載している。液晶の前面は静電式のタッチパネルになっており、液晶を表面に向けたビューアーポジション時に反応する。通常に開いた状態では、タッチクルーザーや十字キーが優先されタッチパネルは利用できない。画面をタッチするとバイブレータが反応する。タッチ、スライドのほか、2本の指で画像の拡大縮小を行うこともできる。その他にタッチ機能を活かした手書きメモ機能が搭載されている。背面は鏡面仕上げのクリスタル加工を施しており、ガラスのような質感を持つ。鏡面越しに UKL のサブディスプレイで時間やメール件数を表示する。またヒンジ部を除く背面の円にはイルミネーションを内蔵し、着信、開閉時に発光する。周りからの覗き見を防止する。シンベルビューがカラー表示に対応。メールや i モード検索の検索ワード、地図アプリの目的地などを音声で入力可能。サラウンド技術にバーチャル 5.1CH 対応のドルビーモバイルを搭載。ドコモの新サービスのオート GPS やアイコンシェルの拡張、マイエリア、地図アプリのバージョンアップ、わかりやすい操作説明のサービスに対応している。なお、ハサプには、非対応。歩数計が搭載されており、歩数から消費カロリー計算や目標設定チェックを行うことができる。健康管理 i アプリとの連携が図れる。名刺リーダー、新聞コラムリーダーといったテキスト読み取り機能を搭載し、名刺リーダーで読み込んだデータを会社名別に表示する電話帳会社名検索にも対応。漫画ブックリーダーで電子書籍、漫画、電子辞書などを表示できる。Word、Excel、PowerPoint、PDF のビューアーも前シリーズに引き続き搭載されている。サブカメラを使った手鏡機能が搭載されている。SH-04A や SH-03B と同様にリモートメールアプリが搭載されており、PC メールの送受信が可能となる。2010年1月7日のソフトウェア更新で以下の不具合が修正された。ありがとうございます。